この後、ディスカッションとなります。現在ですね、250名の方にご参加いただいている状況です。では、まず質問の受付状況を共有させていただきます。現状、2つご質問いただいておりまして、ここから順番にお答えしていければと思います。まずはじめ、梶野さんの方にですね、梶野さんの最後のスライドで、メリットが少ない分野の教員への説明が難しいというお話がありましたが、逆にメリットが多いと感じられるのはどういう分野でしょうか？というご質問が来ております。梶野さん、いかがでしょうか？ありがとうございます。メリットが多いというかですね、今後メリットが多い分野って何だろうというのはちょっと今、伺っていてあると思うんですけれども、少なくともですね、いわゆる自然科学とか、の分野とか、例えば、物理だとか、天文とか素粒子とか、ああいうところっていうのは、基本的にはもう、世界中の研究機関が集まって、基本的にもう、本質的に、オープンサイエンスとか、いうか、オープンデータでやっているようなところがありますよね。あとは、バイオ系とかだと、いろんな遺伝子のデータバンクとか、そういったものが、すでに共有されたりとかしているので、そこは、必要に応じてというか、本質的にやっている部分かなと思います。分野としては。で、メリットが多いってなってくると、そうですね。多分、いろいろ考えればいろいろ出てくるとは思うんですけれども、なんだろうな、パッと思いつく話だと、どうなんですかね。それ網羅的な解析するようなもの。網羅的なな言解語、析。言語遺伝学みたいな、今パッ、すぐ完全にパッと思いついちゃった感じなんですけど、ありますよね。最近読んだ本でそういうのが出てきたんですけど、いろんな地域の、遺族の、少数民族の言語とか、その言語の由来がどうかみたいな時に、その言語のパターンとか、その文節とか、応接とか、そういうのを、いわゆる、どういうふうに言語が進化してきたかみたいなのって、多分、かなりデジタル化して、全体的に、それが、オープンデータ化されると、それをビッグデータとして、遺伝子解析みたいな、系統解析みたいな、ああいうような手法を使って、一気にその辺の研究が進むみたいな、ちょっと分離融合的だなって今パッと、本当に完全に思いつきやってるんですけど、だから見ていくと、実は必ずしも理系の情報系とか、そういう自然科学系とかっていうだけではなくて、もしかしたら、そういう、いわゆる人文社会学系にも何かちょっとしたそういう工夫によってメリットが出てくるっていうのはあるかもしれません。ありがとうございます。あんまり的を得た回答になってないかもしれないんですけど。どうもありがとうございます。なかなか難しい質問だなと思いながらすいません、失礼しました。で、また、これについても、さらに議論が深めればと思いますが、続きの質問も梶野さん宛てですね。国立大学法人は公文書管理法の対象機関であり、研究データの中には公文書管理法に規定される法人文書に該当する場合もあると思われますと。故に図書館関係者、司書の方々というよりも、むしろ専門家であるレコードマネージャーとかアーキビストの採用も視野に入れてもいいんじゃないかというふうに考えますが、梶野様はどのようにお考えでしょうかという質問です。話これで。もそうですね。レコードマネージャーとかアーキビストの方ですか。あんまりそのレコードマネージャーとかアーキビストっていう方がどういう、今、大学にどれくらいいてどういう仕事されてるのかっていうのが、実はちょっとあんまりピンと来ていないので、ちょっと、お公文答えする書。のが難しいんですけれども、これってどうしたらいいんです背景とかしては、ね。公文書関、あと、レコードマネージャーとかアーキビストって言われる職の方々が、多分図書館よりもかなり人数としては、比率としては今まで少なかったところではあるんですけれども、最近、デジタルアーキビストでしたか、認定資格だとか、そういったものが始まっていて、デジタルデータの扱い方って、保存を考えるときは、結局、図書館がやってたことでもあるし、アーキビストがやってたものでもあるし、長期保存を考える上では、アーキビストの考え方をそのまま踏襲するような面も非常に多い
というふうに南山は理解しています。そうすると、まあ、デジタルになってくるとその両者がだんだん近づいてきて、あの、まあ、むしろあの図書館からあの人をあの育成したり変えていくっていう方向だけじゃなくて、そういうことも考えられるんじゃないかというのがこの背景にあるのかなと勝手ながら。ああ、なるほど。ちょっとなかなかそこを突っ込んだ話は私は全然専門外なのでできないんですけれども、いわゆるその大学、多分その大学としてそのいわゆるその、まあ、私もそうなんですけれども、専門職っていうようなところの範囲をもうどれだけ広げていくかっていうような話になっていくようなあの気がしていますね。うん、例えば、まあ、ちょっと、まあ、URL なのでどうしても URL の話になっちゃうんですけど、当時は、あの、第三の職種って言って、教員でもない、職員でもない。だけど、まあ、あの、どっちの間にも立って、あの、それぞれができないようなところの領域を仕事をするみたいなところで、ふわっとこう入ってきて、うん、で、私のスライドでも示したように、まあ、あの、とにかく、まあ、数が少ないところ、いわゆる数が少ない大学は、本当にいろんなことを、なんか、やらされるっちゃ言っちゃあれですけど、本当にいろんなことを手広くやってる人が結構まだいっぱいいる中で、うん、だけど、そういう研究に関する、まあ、専門職っていう形で、今は私は、あの、大学で活動してるんですけれども、うん、その辺のその考え方っていうのをもう少しこう、他にも広げて、そのレコードマネージャーとかアーキビストっていうような専門職っていうのが、あの、必ず今後のこのオープンサイエンスのこの流れの中で、あの、当然、その図書館の関係者でもないけど、単純にその、いわゆる純粋な今までの事務職員とも違うような、まあ、少しこう、うん、あの、第三のところの立場の専門職として、こういうような方っていうのが増えていくっていう流れは、あの、当然あるかなというふうには、あの、考えます。はい。ありがとうございます。はい、この点多分あの梶野さんが先ほどもあのおっしゃっていた実務レベルのそのマネジメントがキュレーションが、まあ、困っていて専門職が必要なんだけれども、まあ、あのどうすればいいか悩んでいる状況っていうふうにご発表いただいたところとも結構関連していると思っていて、あ、これが、はい、次の質問にも多分そのまま直結するようなに思っております。石田先生のご質問、石田先生宛てのご質問で、日本モデルはどのような形のもので海外の先行事例とどのような点が異なるとお考えでしょうかというご質問なんですが、これまさにあの実務レベルでこれからあの実務的に使えるものをプログラムを組んでやっていきたいというお話を石田先生されてましたけれども、じゃあ、あのどういうことをやっていきましょうというところも含めて、なんというか質問内容に含めて考えられるのかなと思っています。すみません、勝手にハードルを上げていますが、石田先生いかがでしょうか。あ、ご質問ありがとうございます。あの、そうですね、あの私もそのこういうものだっていうものがあの明確にあるわけではなくて、多分これから作り上げていかなきゃいけないというところはあるんだと思うんですけれども、まあ、今の時点であの明らかに分かっていることというのは、その、先ほどあの藤原さんからのお話にもありましたけれども、まあ、日本は基本的にはそのサブジェクトライブラリアンという、まあ、あの研究分野専門家とそれあの専門の分野と図書館をつなぐという人たちがあの、役割としていないので、あのなかなかそのあたりが厳しいということがあるのと、それから、あのイリノイ大学の事例の場合などは、その図書館が研究データサービスをやりたいというよりは、どちらかというとその、まあ、副学長にあたるんですかね、プロボストという人が、まあ、大きな予算を持っていて、その人が作ってくださいというので、ドーンとお金をくれるという形で、まあ、あの作るというようなことがあるので、まあ、あの多分日本だとなかなかあのそういうこうなんていうんですかね、上からこうドーンとお金が降りてきてっていうような状況というのはなかなかないんじゃないかなと思うんですね。なので、あの、まあ、そういう状況の中でうまくこう連携していくのは、あの、まあ、うまくその、上に働きかけていかなきゃいけないというのがあるのかなと思いました。で、旧大でもそのタスクフォースを作ったというのは、あの勝手ながらそういう意味合いがあるのではないかなというふうには思っています。で、まあ、もう一つはあの形としてはですね、多分あの図書館があのリードするということはあるんだとは思うんですけれども、
図書館だけで多分できる話ではなくて、カジノさんのお話にもありましたように、やはり URA の方々にも関わっていただかなきゃいけないですし、情報基盤センターみたいなそのハード面での、リポジトリの管理をするというところがなきゃいけないので、まあ、これはもう絶対に全額体制で、やらなきゃいけないというふうには思っています。で、まあ、これをだからどういうふうな形で実現していくかっていうところまではちょっと私もまだ考えは至らないんですけれども、まあ、とにかくその図書館がリードはしながらも全額体制で、あとはその、サブジェクトライブラリアンがおりませんので、その研究者の人たちとそれから図書館の間の、ところでのそのなんていうか役割分担というのを、まあ、かなりうまく仕組みとして考えなきゃいけないなというふうには思っています。で、例えばこれもまたイギリス大学の例になるんですけど、例えばあそこもデータレポジトリのメタデータを考えているときに言ってたんですけど、その利用者のことを考えて、複雑なメタデータを作りすぎると、今度研究者の人は嫌がってそれだと登録しないので、研究者のハードルが、その登録のハードルがギリギリ、低いところで、なんとか使えるようにして、その、足りないところは図書館員がサポートするというような仕組みを考えたというふうに言っていましたけれども、まあそういうようなこうバランスを取りながら、形を考えていく必要があるのかなというふうには考えております。あまりまとまってないですけれども、以上です。ありがとうございました。はい。石田先生の今のお話にもありましたし、勝野さんのところにも取り上げていただいてますけれども、やっぱり図書館のそこのところにこう期待というのはかなりこう高まるところはある、図書館がリードするなり、あるいはまあ、図書館関係者、むしろレコードマネージャー、アキビストの話も出てますけれども、という話がある中で、じゃあ、ここで藤原さんに、ご質問を振りたいと思いますけれども、何をどのぐらいやりましょうか。実際にこう今京都大学の中で事例として、まあ、データポリシーを策定するときに図書館に、まあ、こういうことが期待されて図書館にも入っていただきたいとかいろいろタスクがあったりとかすると思うんですけれども、今の議論も踏まえつつ今の中では多分マネジメントの視点もありメタデータキュレーションの視点もありいろいろこう期待がたくさんあると思うんですが現実として全てに応えていくというのはなかなか難しいので優先順位をつけてで足りないところはいろいろ協力しながらというふうな現実界を探っていくことになると思いますが藤原さんとしてはいかがでしょうか。そうですね、ポリシーの策定の話から言いますとポリシーの策定については図書館がどこからかそのこういうことを図書館に期待してくれているから入ってくれと言われたというわけではなくて先ほど のスライドにもありましたように図書館機構長が専門部会の部会長を務めて副機構長が策定ワーキングの主催を務めているということから分かるように割と図書館が主体的に動いたという面はあります。で、それはですね期待されているされていないにかかわらず図書館自身が今までのオープンアクセス推進の延長として、研究データのオープン化には取り組まねばならないという意識を持っていたからだと思います。で、そういう意識があった上で、機構長、図書館機構長などが、理事などに働きかけた結果、まあ、そういうような組織ができたんだろうと多分私は理解しています。なので、オープン、図書館機構が、オープンアクセスを推進している、まあ、それが学内の上層部にも一定程度理解をされていたというようなことが、まあ、ポリシー策定のにの時の一つのきっかけになっただろうとは思っています。で、それを踏まえて言うならば、ご質問は、どういう感じでしたっけ？今のと、スキルのところを踏まえて、いくつかこう期待がかかる中で、どういうふうに、どのスキルを持って、どういうふうにやっていきましょうか？何からやりましょうか的なところがイメージで良いのでやっぱまずは発表の時にも申しましたけれども、
研究データの公開、オープンの部分っていうのが図書館員としてはまずは果たすべきところかなと思います。でそれは今まで全く図書館がやってこなかったことではなくて、図書館の今までの業務の延長線上にやっぱりあるものだというふうに、理解しています。なので、まあ、今まで学術情報流通ということに図書館は関わってきましたし、オープンアクセス、リポジトリなど通してオープンアクセスということも関わってきたので、まずは、そこから、図書館としては、まず始めるべきかなと、しなければならないところかなというふうには思っていますが、うん、どうですか、あと何あ、はい、ありがとうございます。方向性は自分出していただいているような思います。で今のご質問と少し方向性がずれているので質問の方に戻りまして、RDM というと管理の面に意識が向きますが、データ管理の先には利用があるかと思います。どのように管理されるとオープンデータとして利用が進みやすくなるのか、講演者の方々でご意見があれば伺いたいですというところで、今の藤原さんの多分続きのお話はここに接続していただけると良いのかなと思いつつ、あと石田先生、梶野さんの方からもこの辺ご意見あればぜひお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。まずじゃあ藤原さんから。そうですね、このように管理されたらオープンデータとして利用が進みやすくなる。まずはその管理されているその研究中の時点からちゃんとその、ファイル名がちゃんとついているとか、メタデータがちゃんとついているとか、いつ誰がどういうふうに作ったとかいうようなことが研究中からちゃんと書かれていれば、その後もオープンデータとして利用が進むんじゃないかと思います。でそれから研究を始める段階でどういう形でどこまで公開するのかというようなことを考えておいていただけると、その後のオープンデータにつながるのじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。次はじゃあこれ梶野さんがよろしいですかね。梶野さんがご講演の中でフォルダ管理が得意な人がとても重要であるみたいなお話をしていただいて、はいはい、極めて実務的で良いと思ってますけれども、はい、その辺ご意見ありますでしょうか。はい、そうですね、やっぱりやったらフォルダ管理の上手な方っていらっしゃって、で多分事務職員さんなんかはこう移動が多かったりするので、やっぱりこうそのパソコンの中のフォルダをきちんと整理整頓しておいて次の方に引き継ぎするっていうのがこのルーティンの中に一つあるので、まあそのあたりのこうトレーニングというのが必然的にこう業務の中に入っている部分があるので、あれは非常に参考になるなと私も思いながら見てたりするところあるんですけれども、まあそれは実際にその研究をする研究者の方でもやっぱりそれぞれ皆さんそれぞれの方法論があって、研究のデータの実験データとかファイルとかそういったものを、まあ、それぞれ方向で管理されてるし、まあ、中にはとてもそこをもうきちっとこう整理整頓されてるような方もいらっしゃると。ただそれがその統一的な何かこうルールというか、体系化されたそのデータ管理の方法論として出来上がってるわけじゃないので、まあ、ちょっとそういったところをですね、それぞれが多分研究者はそれぞれ個人で あるいはグループ単位でノウハウとして持っているようなところをある程度こう体系化していくような、なんかそういう流れっていうのが作っていけると、この研究データ、組織としての研究データ管理っていうところに、まあ、接続しやすいのかなというふうに思いますね。あと、その利用っていうところを前提としたっていうのは非常に重要なポイントだと私もやっぱり思っています。で、まあ、普通の公文書管理とやっぱり違うのは管理、するというよりも、もう使ってもらうことがやっぱり前提にあるっていうところなので、まあ、先ほど藤原さんのかなりそこは、そこのご指摘は非常に私も思ったんですけれども、まあ、一方でやっぱり実際にその研究データを最初に管理するのは研究者、教員の方なので、まあ、使ってもらうことを前提とするためには、教員自身が使ってほしいって思うようなマインドがないと、なかなかここを、使ってもらうようにしてくださいっていうのがなかなかこう動かない部分があるので、じゃあやっぱりさっきの最初の質問のメリットの話に戻っちゃうんですよね。だから使ってほしいってどうやって思ってもらうかっていうところをこう頭を使うっていうのは鍵になるかなと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いて石田先生いかがでしょうか。はい、
そうですね。まあ、カジノさんからの、話から引き続く、やっぱり、研究者側の、そのモチベーションというか、インセンティブというのが、何か知らないと、なかなか進まないな、というふうには思っています。で、利用に関しては、やはり、皆様が、先におっしゃったように、そのファイル、の、まあ、イリノイの方も言ってましたけど、例えばファイルの命名法であるとか、それからその構造が、きちんとわかる、後の人にもわかるようにというような形が、まあ、やはり、重要かなというふうには思います。それから、先ほど、メタデータの話を少ししましたけれども、やはり、メタデータを、が、こう、検索されやすいようになっている、もしくは、その、例えばディスクリプションのところにきちんとその、まあ、専門外の人が分からなくてもいいのかもしれませんけれども、同じ分野の人で似たようなデータを使うというところに関しては、きちんとその、必要事項が書かれているということが重要かなというふうに思っていて、で、多分そこの部分は、図書館の人たちが持っている、ノウハウが一番、使えるんじゃないかなというふうに個人的には思っています。まあ、そんなふうに言われても困るって思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そのあたりで、こう、はい、力が発揮できるのかなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。まさにデータの利用も含めたデータ管理体制っていうのは当然考えていかないと、進むことができないと思うんですけれども、そういうのを規定してるのっていうのが、おそらくデータマネジメントプランの、最低のひな型の部分だと思うんですね。で、そこで最後の質問のところにちょっと絡んでくるんですけども、最後の質問では、カジノ様のお話の中で、DMP を教員と一緒に作り上げている事例をお話しいただきました。研究分野の内容が理解できなくても、DMP は作成できるものなのでしょうか？あるいは、研究内容が理解できなくては、作成を支援するのは難しいでしょうか？というご質問をいただいています。で、図書館の人が支援できるかできないかみたいなところも含めて、これ結構DMP をどう捉えるかっていうのは重要な問題かなと思いますけれども、この辺まずはカジノさんいかがでしょうか。はい、質問ありがとうございます。まあ、結論から言うと、いや、これはできると思います。というのは、その研究内容に対する理解があった方が、まあ、よりそのあたり、こう、踏み込んだハンズオンというか、支援ができますよという意味で、まあ、私の、その言われる立場からは、まあそういうことができるよということで、まあ紹介したところではあるんですけれども、データマネジメントプラン自体は、まあ結局、どこでどういうふうにやるにしろ、どういうデータが出てくるのかで、その種類がどういったものなのかで、それを公開しないと、公開する、した方がいいのか、したいのか、あるいはすべきでないのかとか、まあ割と、基本的なそのデータをどうしますかっていうことに関しては、まあ、作業としては機械的な部分があるので、要するにそこの部分のこう確認っていうのを、まあ、例えばもし、その、教員の研究者の方と、の支援を直接していくっていうことであれば、別にそこは、その研究内容とか分野に必ずしも明るくなくてもできる、ことはできる。それは可能だと思います。もう少し、こう、踏み込んで、じゃあそのデータをどう活用していきましょうかとか、あと、いわゆる、その研究自体、プロジェクト自体のマネージメント。例えば、ここで出てくる知財はこういう、企業に売りましょうとか、もう少しこう積極的なアクティブな支援っていうふうになってくると、もう少しこう、その研究テーマに対する、研究成果に対する目利きだとか、そういったまあ要素も入ってくるので、まあ、そこはやっぱりもう、まあ、持ちは持ちはじゃないですけど、そういう、産学連携のコーディネートをする人とか、URA の人とか、だところが入っていって、やっていくっていうような形になるかなと思います。だからまあ、DMP の作成自体は、DMP が何の、のことをまあ一般的には理解していればできるんじゃないかなと私は思っているんですけれどもどうでしょうか。はい、ありがとうございます。藤原さん、石田先生、これについていかがでしょうか。すいません、残り時間がちょっと少ないので手短に可能性はお願いできればと思いますが。そうですね、
私もあのスライドの中でもちょっと言いましたけれども、必ずしもその、まあ、専門分野があればいいですけれども、どの専門分野であってもあの必ず押さえておくべき基本のところっていうのはやっぱりあると思うので、そこがを抑えるということだけでもあの支援できることはあるんじゃないかと思います。専門その研究分野の専門家ではなくても、その学術療法の流通だったり、けがの、研究データの管理であったり、そちら方の、専門家として助言できるということはあのできるんじゃないかなというふうに思ってはいます。まあ、実際今できるかどうかというのは別の話ですけれども、はい、できることはあるんじゃないかなというふうに思っています。はい、私の方は、まあ、繰り返しになりますけれども、そうですね、重要なのは多分、保存と管理と、保存と共有ということだと思うので、研究者の人は多分その作成の方だと思うので、まあ、そこから、保存とその共有っていうことを、意識した形で、その、作るところから始めてっていう意味での、助言というのはできるんじゃないかなと思います。研究者の人は多分その作成のところは興味あっても、それ以降のことはほとんど興味がないと思うので、まあ、そこを見据えた形で のところをちゃんとその最初からやってくださいというところでは、助言はかなり有用な助言とか支援というのができるんではないかなというふうに考えています。皆様どうもありがとうございました。まだまだちょっと議論尽きないところで、質問も取り上げきれなかったところもあって大変申し訳ないですけれども、お時間が、来てしまいましたので、ここでディスカッションを終了とさせていただきたいと思います。